慶応義塾大学先端生命科学研究所の福田真嗣です。皆さん、腸内細菌叢という言葉ご存知ですか？これは私たちのお腹の中にいる腸内細菌群衆全体を指す言葉で、近年この腸内細菌叢のバランスが私たちの健康維持や疾患発症に深く関わっているということが分かってきました。今回実験医学で特集の機会をいただき、私たちの体の中にあるもう一つの臓器ともいえる腸内細菌叢をどのように制御するかという観点で、国内外で活躍する新進気鋭の研究者に新たな切り口でご紹介いただきました。腸内細菌叢の制御による疾患予防治療戦略について詳しく解説してありますので、ぜひご覧ください。